本当にワクワクするやつなんで、俺が目隠しで三段セット組んだやつ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがパー4ソードくんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か、パー4ソード、パーパーじゃないかな。いやいや、グーだよ。そうか、グーか。グー、フォー、惜しかった。いや、4、4、4、うん、合ってるでしょ。剣か。いや、ソードって。そうか、なんで英語なんですか、剣。帰国子女、俺。いやいや、宮崎だろ、うん、九州って外国よ。いや、違うよ。本当にワクワクするやつなんで、はい、ぜひ見てほしいなと思います。今回のやつが、あ、まあ、割り出しですね。おお、はい、もう幼虫になってるんで、ずいぶん放置しちゃって。じゃあ、出していきましょう。こちらです。はいはい。いや、そっちに出るんかい。いや、端。あ、後半。今日のメインが端でいいわけないでしょ。これを割り出していきます。そんなでかかったのか。よし、行きましょうか。成虫はいないんで。ちなみにこれ、はい、覚えてる、これ、このラベル。具志堅。え、コーカサス。そう、このラベルの感じ。何、コーカサスって僕が買ったやつですか。まあ、買ったやつだけど。お団子さんと。そう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 、それもあるけど、これ。このラベルってなんだっけ。これ、うん、俺が目隠しで三段セット組んだやつ。あーあの、懐かしい。メグリズム。そう、メグリズムとマスクして。そう、あれだ、僕がそのメグリズム目にやってるのがパンティーかぶってるみたいで。そうそうそう、めちゃくちゃ。いや、色味とかピンクだったから。確かに、ほんのりね、ピンクだから、うん。前の家じゃないですか。そうよ、懐かしい。懐かしいでしょ。まあでもこれね、まあ幼虫はいるんで側面から見えてたんですよ。ちょっと結構時間経ってるんで、まあ立派なやつが多いのかなと思いますけども、まあある程度取れたらいいなと思いますんで、はい、早速開けていきましょう。いきますよ。めちゃくちゃテンポ良かったですもんね。ね、下もういっちゃっていきます。あ、もう、あ、いたいた、もう、もういる。もう そのままいくよ。うわー、うわぁ、怖っ。はい、映画のワンシーンぐらい怖い。いい感じで撮れた。いや、撮れましたよ、今。いや、すごいな、思ってたよりいたな。僕の悲鳴入りですけど。確かに、すげえ、こんないっぱいいるんだ。ちょっと放置しすぎて結構でかくなっちゃってるんだけど、もう、ほら、これ具志堅が買ったやつだからね。全然いつか。そう、こんないっぱいになっちゃうんすか。こんだけ増えました。で、ちょっとこれ用意してたんですけど、小分けの幼虫入れる、はい、これじゃ入らないんで、どうしようかな。思ったより成長してるんで、もう一度この中に大きいやつは入れていきます。はい。うわ、ちょっとね、噛み合ったりして危ないんだけど、この後まっすぐ僕移し替えるんで。はい、あの緑色のやつですよね。というか、まあ緑かな、三本角の。今のほんとすごかったな。すごかったね、出方がめっちゃ良かったね。うん、こんな大きくなんだね。すごい、ちょっとすごいな、どうしようかな。ちょっと危ないんだけど、はい、この絵見せたいな。うわぁ、すごい。これちょっと、まあ、脱皮したてなんで、これデリケートだから一旦ね、ここに。ちょっと無理だな、こんな感じになっちゃったんで。ちょっと危ないんで、これサムネでもいいかもな。危なすぎるんで、ちょ、ごめんなさい。怖い。やっぱここも危ないな、これも幼虫が噛み合っちゃうから保管が大変だ。どうしようかな。これちなみに9月とかじゃない、だって10月か。10月の後半。あれ、10月か。あっという間だね。あ、まあでも4ヶ月か。このプリンカップに分けていきます、もう。はい。ここに置いていくんで、まあ、数はお楽しみで。え、これオスかメスかまだ分かんない。いや、多分分かると思う、分かるやつは。これとかちょっと見てみようか。メスっぽいね。まあ、そう、ちょっとしたくぼみがあるんだけど。
まあでも一旦大きいボトルで2000か、この横にあるこのボトル、はい、これで管理していくんで、1ヶ月ぐらいで、結構随分放置しちゃってたからね、土も用意できてなかったから、コーカサスはもう結構抱えてるから、いればいるだけできるだけやっていこうとは思うけど、結局楽しいよね、たくさん幼虫いてくれたら。しかもこのサイズってなったらまた余計楽しいよね、迫力が出てくるから。怖かったな、でもあれマジで怖かった、滝のように土より幼虫の方が多いんじゃないってぐらい幼虫出てきてたもんな。それぐらいいっても過言ではない、本当に、うん、これとか脱皮したやつですね。うわ、あぶねー、めっちゃ凶暴。え、そう、噛むんだよ、怖い。結果、こちら何匹だ、合計、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、31匹。うわ、はい、十分ですね、はい、だけ、こんだけ元気な一クラス、はい、こっから、出席番号1番和田さん。和がすぎるだろ興奮苦しいよで、一番最後和田さん。いやみんな和田じゃねえかそうだよ、和田愛とかね。いやいや、まあ、そこで判断されるのか和田 Y、 和田 Y ひらがなで Y、 もう31。すごいな、ね、まあ、コーカサス自体はね、また別の多分動画でマット交換とかで出てると思うんで、はいはい、マットに入れるのは、まあ、動画外でやっていこうかなと思います。まあ動画外になるか、もしかしたら別の動画でっていう感じになるかもしれないですけど。これ土大変じゃないですか。そう、大変、これパンパンに。まあそうね、基本は小さい時はこれの半分入れるだけとかにしたりするけど、そう、結局パンパンに入れてても土にも消費期限みたいな感覚で栄養が行き渡ってる期間っていうのがあるから、その期間内にその全部食べきれる適正の量というかね、8割ぐらい食べきれるぐらいの。だからまあ最初は俺少なめにするんだけど、こんだけもう成長してるから、まあボトルにパンパンかな、これ 2000cc、 多分2リットルぐらいのボトルなんだけど、1800かもしれないけど、これにパンパンに入れて、まあ3ヶ月後ぐらいにオスメスで分けていこうかなと。いやー一瞬の作業だったけど。そうですね、こんな大量に、大きさで勝負するやつだった。そう、それもあるんでぜひ見てください。そう、具志堅が荒ぶってる回そしてお団子さんの、まあ、好感度がこのチャンネルでも下がった回そうそう、プリットチャンネルでももちろん好感度低い系だから、うん、あーそう、ヒール役というかね。なるほど、そう、いい人なんだけど懐かしいね。だからこれランバージャックから来た。そうね、もうジャワの西の方からランバージャックに来て、うん、で、オレンジに来て、オレンジ3軒こう回って、うわ大変よ、これ移動が。すごい転勤族。いや、大忙しの。大忙しよ、うん、だからね、あとはまあ落ち着いて成長になってもらうのがいいと。スタミナはあるだろうな、ね、それぐらい耐えれるんだったら。そうね、だからこれがあの緑色のやつになるって。そうそうそう、めっちゃあのなんかおもちゃみたいみたいな。ああそうね、そう、背中とかガンメタリックな感じでね、裏側が信じられないよな、変形の仕方がというか、それがもしタイミング良かったら僕がまたカメラができるかもしれない。そうね、な、次成虫の時とかにね、はいはいはい、見れたらいいね。まあこんな感じで、はい、まあちょっとまあ一瞬のインパクトに重きを置いた動画になったんですけど、はい、まあコーカサスもうすごい手軽だね、野外品でもすごい安いから、正直そんなに、まあ観賞用としてもおすすめですし、はい、飼育もその大きいサイズっていうのが、まあ僕のイメージちょっと難しいイメージあるんで、ね、ブリードも死骸もある種類だと思うんで、ぜひぜひ、まあ、お店とかそういう購入できる場所で見かけたら、初めての人とかも買ってみるのもいいかなとは思いますんで、今回は、コーカサスオオカブトの、まあ、放置していた産卵セットをひっくり返した結果という感じでやらせていただきますんで、また明日も楽しい動画上げれるように頑張ります。質問コーナーです。橋本さんです。お願いします。お願いします。女子バレー部みたいなんですよね。お願いしますの言い方が。まあちょっとわかるけどね。別にやってないよ。イメージしてたわけじゃない。バレーボールもどっちもやってない。どっちもやってない。女子やってるって言い方は変な話ですけど。はい、じゃあ質問コーナー行きましょうか。はい、
1つ目、本当に単純な質問です。どうぞ。一番好きな種類何？まあクワガタ界のマザーテレサだけど…てんてんてん。はい、多分パーパーのアイナプーと、うん、トンツカタの森本さんが動画に出てくれた時に、うん、森本さんが、開始でクワカブ界のマザーテレサじゃんって言ったはずです。あー、なるほど。記憶上それを引用したのか。引用してくださって、だから見てくださって嬉しいですね。一番好きな種類がマジでそれを見た上で聞いてるから本当に一個に絞るよっていう話なんですよね、うん、多分、うん、だからもうその僕本当に1位がないんで、うんうん、全部において、うん、だからその何ですか、僕クワガタカブトムシ、うん、まあ一旦ちょっと1位今探してるののつなぎの話になっちゃうんですけど、西武ファンなんですよ。西武ライオンズっていうプロ野球チームが好きで、うんうん、っていうのもその選手の1位はいないんで僕、うん、西武誰が西武の誰が好きなのみたいに言われてもめちゃくちゃ迷っちゃうんですよ、うんうん、でただまあ西武ライオンズっていう球団が好きっていう部分だから、うん、だからそれで言うんだからクワガタが好き、うん、カブトムシが好きっていうのもその球団が好きみたいな感じと多分まあリンクしてるのかなっていう、うん、多分僕の性格上、うん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 、そのクワガタっていうカテゴリーが好きみたいな、あカブトムシがっていうカテゴリーが好きっていう感じだったりするんで、まあ一番好きな種類って言ったら、うん、まあ今平田ですかね。平田が好きなのか。まあ、かっこいいよね。はい、確かに。やっぱずっと続けてるのが僕こっちに来て、うん、まあ、大体9年ぐらいブリードしてるんですけど、うん、オオクワガタ、グランディスオオクワガタ、パラワンオオヒラタ、スマトラオオヒラタ、この4種類だけはずっと続けてるんで、うん、まあ、そのオオクワか平田なのかなと、うんうんうん、一番好きな種類で言ったら、うん、ってなった時にやっぱクワガタでまあなんだろう思い入れあるのはグランディスだから初めて、うん、安く売ってもらった小さい頃に、うん、ボンベルタで、ああ三森くんが行った、はい、デパートの、はいはい、安く売ってもらったグランディスオオクワガタ、はい、っていうオオクワガタが、うん、まあ多分こう5年4年か5年ぐらい生きたんですよ、うん、長いこと、うん、っていうだからオオクワガタなのか、うん、僕が初めてだずっと欲しいと思ってて買えてなかったけど、うん、ついに買えたパラワンオオヒラタ、小学校5年生ぐらいの時、うんうんうん、っていうまあこの結局オオヒラタか、まあ、オオクワガタみたいになるんですけど、うんうん、そこでちょっと難しい話ですけど死んだ時に大泣きしたのがパラワンオオヒラタだったんで、うん、ってなったらまあパラワンの方が思い入れ強かったのかなっていう当時からって考えた上で、まあ、ずっと続けてるこのオオクワガタと平田クワガタの種類どっちかってなったらまあ平田なのかなっていう感じですかね。オオクワの時は真顔だったもんね。いやいや知らないでしょ僕のグランディス欲しいになった時のそうか、はい、そうか、そうだからまあ、うん、多分まあパラワンなんでまあ一番好きな種類は平田、平田だと思います。あ、はい、ただ多分これ以外もしかしたら、まあ、数週間後にもう一回同じ質問されたらオオクワっていう可能性も全然あります。ああ寝返る可能性も全然、うん、はい、それ以外の可能性もあるもんね。全然ありますね。というとあのヘラクレスっていう時もあるし、三森さえ泣かせればそいつが一位はい、だから卒業式っていう可能性もありますもしかしたら、はい、泣いてたか。はい、めちゃくちゃ泣いてたのか、はい、そういう風に見えないかとりあえず今、はい、絞ったのは平田ですかね。平田、はい、一応、はい、そんな感じで、はい、じゃあ次いきましょう。はい、2つ目これラストです、うん、50ミリ超えたメスは150ミリアップのオスと交配させる感じですか。多分この動画が多分メスが出たんでしょうね、50ミリ超えたやつの、はい、で多分これパラワンだと思うんで、パラワン、まあ50ミリ超えたメスは置いといて、うん、まあでも50ミリ超えたやつは基本的に僕は次のブリードに回しますね、うん、パラワンとかスマトラとか限らず、うん、うん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 、で一番でかいオスを基本的にその種親としてやるんで、うん、多分交配させるとは思います。ただまあ100ただねパラワンがね、2年間ブリードで使ってた2017年からの、うん、ちょっと今手元にいないんで分かんないですけど、うんうんうん、2017年の、上半期の方に羽化してたパラワン、うん、107ミリのやつは多分弱ってきてると思うんで、うん、今まあ越冬させてるんですけど、うんうんうん、なんでまあもう種親としては使わないので、あ今
さなぎになってたり全容のパラワンをと購買させるとは思います。だからそれが105ミリ超えてるかどうかわかんないんで、105ミリアップのオスと購買させるかは何とも言えないですけど、うん、多分一番大きいやつと購買させるとは思います。そっか、はい、増えすぎても管理大変だから、はい、やっぱサイズがあんまいかなかったやつはちょっとその台で終わらせるみたいなことなんですか。まあ、そうですね、まあ基本オスは僕2ぐらい2頭ぐらいしか使わないんで、さすがに全オス全メスで産卵セット組み出したら僕多分東京都全部土地買い取らないと飼育できないからそんな大げさに、だいぶ来たな大げさに、はい、でぐらいやっぱ増えすぎちゃうんで、うん、基本は 2オス多くても2オス4メスぐらい、うんうんうん、以外は基本的に今まではヤフオクに流したりとか、うん、ランバージャックの棚に出したりとかしてたんですけど、はいはいはい、ただまあだから今後は多分ランバージャックさんの委託させてもらえてるんで そっちに流していくかなとは思います。なんか大人気だったみたいですね、あれ。あ、どうなんですかね、結局見に行けてないんで残りなんかわずかだったっていうのを結構3日後ぐらいで聞いて、そうコメントもいただいてるんでありがたいですね、だからこれからも多分バンバン出していこうと思ってるんで、はい、だからランバージャックさん気にかけてもらえたら、はい、ね、で、まあ皆さんがねたくさん電話いただけたらもしかしたら通販とかも、うん、ランバージャックさんが対応してくれるかもしれないんで、まあ、迷惑にならない程度にぜひ連絡してみてください。はい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、購買は一番でかいオスとさせようと思います。はい、はい、その動画も見てくださってありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、一緒にブリード頑張りましょう。久しぶりに言った、はい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。